谷理香子ミュージックショー一期一会ラジオサポーテッドバイ富士フィルムワンナーフォトショップ。皆さんこんばんは、大谷理香子です。さあ始まりました、大谷理香子ミュージックショー一期一会ラジオサポーテッドバイ富士フィルムワンダーフォトショップ。この一期一会ラジオは私大谷理香子がファーストミニアルバムのタイトル一期一会をテーマに、今一番会いたい人を招いてトークとセッションをするラジオ番組です。本日から毎週金曜23時より放送していくので、皆さんぜひチェックしてください。一期一会ラジオは4週間にわたり、一期恋という漢字で五、そして一会にちなんだテーマをお届けしていきます。今回6月19日は一期一会の中の一にちなんで、一からゲストを紹介していきたいと思います。そして記念すべき第1回目のゲストには、私も大変お世話になっているあのバンドの皆さんにお越しいただきました。約半年ぶりにお会いするのでとても楽しみです。それでは一期一会ラジオスタート。さあそれでは本日から4週一緒にラジオをお送りさせていただくゲストの方をお呼びしたいと思います。3人組バンドの鶴さんです。どうぞお願いします。どうぞお願いします。どうもどうも、はい、お願いします。お願いします。鶴さんにお越しいただきました。すっごい静かなんですよ。なるほど。そうですよね。そうだよね。ちょっとソーシャルディスタンスなので、はいはい、皆さん、はい、笑い声を出さない状況になっています。難しくないそれ。出さないようにしてるのか俺たちが滑り続けるっていうのなるほど、なるほど。信じましょう。ちょっと怖いんですが、はい、初めての試みなので、はい、ちょっとオンライン公開収録も今回行っていまして、はい、画面の向こうでは今皆さんがこの収録を見てくださっています。よろしくお願いします。聞こえる聞こえる、あなたの声が聞こえるよ。聞こえます。おー私は全く聞こえないって言ってた。現実的ですよね。はい、では早速鶴さんのプロフィールを紹介したいと思います。はい、埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ島西中学で同級生だった秋野敦さん、はい、神田雄一郎さん、笠井ドン吉木さんの3人組バンドです。はい、学生時代は同じバンドで活動していましたが、うんうん、高校卒業と同時に解散。その後別々にバンドを組み活動していましたが、個々のバンドが同じタイミングで解散し、3人が久しぶりにジャムセッションをしてみたらしっくりきたことで結成されました。そうなんです。そうだったんですね。まあまあいろいろありましたけども、いろいろあったんですけど、すごく簡単にざっくり言うとね。そして2003年春から下北沢や新宿へライブを開催し、お客さんを巻き込んで展開するライブパフォーマンスであっという間に話題になりました。昨年には鶴ヶ市市長に、直談判して実現された野外フェスティバル鶴フェス2019で来場者1万1000人を笑顔にされました。ありがとうございます。ありがとうございます。私大谷理香子と鶴さんとはもう7年ぐらい、もうそんな経つ、7、8年のソウルメイトですよね。あーですね。すごいね。はい、大人になったね。大人になっちゃった。15歳ぐらいだったもんね。15、6の時に、ね、お会いして、そのベイビーレイズ、ベイビーレイジャパンの時に、そうだね、まだね、トマトの CM 狙ってた時でしょ。あ、狙ってました。もう狙ってないの？もう今は？今はもう狙ってないですね。今やっと食べれるようになったんですけど、狙ってはないんですが、その頃に9曲ほど楽曲提供をしていただきまして、先ほど紹介したツルフェス2019にも私大谷理香子出演させていただきました。約半年ぶりにお会いするので今日もうたくさん話したいことがありました、はい、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。実際私ツルフェス2019が緊張しすぎて、はい、記憶がないんですが、うん、なんか反省会とか感想会とかあんまできなかったじゃないですか、あの後ライブの後ね。はい、うんうんうん、どうでしたか実際。実際ね俺たちの方が緊張してた。
リコピーのね、そのステージでね、我々演奏させてもらってね、はい、そうなんですよ、もうめちゃめちゃ豪華なことにツルフェスでツルさんを独占させていただいて、うん、いや超緊張したんだからあれあのね、本当にリコピン思ってるよりも曲のテンポ早いからねそうね、そうなのよ、そうなんですよね、そうなのよ、うちのバンドそんなテンポの曲ないのよ、うん、いやでも本当にあの鶴さんがあの私の楽曲を演奏してくださった時に、うん、本当に私の楽曲ってなんか早くて早いのこんなに乱暴だったんだっていうのをいい曲よ、いい曲なんですけど、演奏の皆さんをこんなに困らせてしまってたんだなって改めてそうそうね、やっぱね思い知りましたね、ド S だったんですね、そうですね、そうですね、バックバンドに対してねド S です、ね、でも最近歌ってる曲とかはそんなめちゃめちゃ速くないんじゃない、そうです ね、最近は自分で作ってる曲は少しゆっくりにしたりとか、うんうん、あとはライブやりながらちょっと物足りないなってなったら上げてったりしてますねあれよりは上げちゃダメよいやでもドン君さんが私、うん、ライブ中に一瞬消えたことは覚えてるんですよ、そうだよね、確かにあの時は本当にすみませんでした謝罪あの最後の曲でしたっけ、そうなんだよ、なんかもう一回 A メロに行かなきゃいけないのに俺だけサビに取ってみたいやでもあの時ドン君さんが消えた時に神田先生とかあっちーさんが誰が消えたんだみたいな顔で急に犯人探しみたいな感じすぐ分かったよね、分かってたんだよ、あいつだなって、ね、分かった上で探すっていうね、その意地悪なやつよ、ね、いや本当に、でもあの鶴さんのファンの方もすごく新鮮だったって私の方にコメントを送ってくださったり、すごい喜んでくださっていたので、いや本当にね、本当に鶴さんの皆さんのおかげで私あんなにのたくさんのお客さんの前で歌うの初めてだったんですよ、ソロになってから。あ本当に、あそうだね、うん、過去で一番多かったのでめちゃめちゃ緊張してたんですけど、うん、もう鶴さんファンの皆さんがもうリコピーンって言ってくださってそうですね、鶴のお客さんでも結構もうね、なんて言うんだろう、おなじみだもんね、そうですね、うん、大丈夫か、嫌われてないですか私どうですかねちょっと嫌われてるのかな、ちょっとわかんないんですけどねまだわかんないんですけど、うん、まあ鶴さんとは本当にたくさんお世話になっています、はい、こちらこそで揃いましたね、今あれ俺が言ったんだよね、うん、俺も言ったから一人に聞こえたんだよね、うん、びっくりした、はい、ということで、はい、ここで私大江理香子と鶴さんの出会いについてまずはお話、慣れ初めですね、なるほど、はい、慣れ初めですか、慣れ初めなんです、照れますね、照れますね、なんですけど、初めてお会いした時がベイビーレイズの時で、うん、2013年とかでしたね、そうだね、スマイルっていう曲を作って、はい、いただくときに、でトゥクトゥクフーですね、そうです、それですそれです、めちゃめちゃ難しい曲です、フーのタイミングが、はい、ですね、はい、そうスマイルを作っていただいて、その後ライブに出ていただけませんかっていうので直談判を、はいね、鶴トンタンで、直談判っていう企画ですね、はい、いやめちゃめちゃ安易ですよね、鶴さん鶴トンタンいやいや、まあ、分かりやすくてね、分かりやすくて、はいはい、でその時にグループ5人と、うん、本当に鶴さんだけの部屋になって鶴トンタンで、うんうん、めちゃめちゃ人見知りだったんですよ、私たち、うん、人見知りでしたでしたよね完全に、しかもなんかね、あの年齢でツルトンタンちょっと緊張するじゃない、なんかはい、緊張しました、大人のお店って感じだったもんね、なんかすごい綺麗な方のツルトンタンでしたよねそう綺麗じゃない方のツルトンタンはあるのなんかもうちょっと身近な店舗のツルトンタンもあるんですけど、うんうん、大人な方のツルトンタンで、はいはい、うん、私初めて食べたんですよ、あの日、おお、でも器のデカさ、うん、なんかあのスプーンみたいなデカさ、うん、に動揺してもう直談判どころじゃねえってなって懐かしいな懐かしかったんですが、その初めてお会いした時の印象を鶴さんにアンケートでお答えいただいたので、うん、読んでもいいですか、はい、はい、神田先生、ニッコニコのむき卵みたいな元気な子そう、一番社交的で気遣いの人なのかなと思いました、はい、嬉しい、そうなんです、むき卵を省いてはいやなんかそのむき卵ゆで卵さ皮むいてさ、はい、薄い膜みたいのも取るとさ、はい、もうツルッツルになるでしょもうあれよまさにあれだったのリコピンは、えー、そう
そうだったんですか。今でもちょっとそういうとこあるんだけど当時はもうほんともうねすごかったな、むき卵感が。いやでもほんと当時多分一番私パンパンだったんですよ。あ、そういうこと、うん、もうパンパンの、そういう意味じゃないですよいやでもほんとにお肌トゥルトゥルの方ですよ。そうだよね、ツルツルでした、うん、でなんかやっぱそのね、周りにもさすごいなんか話とかしてても、うん、こうなんか気を配ってる感じっていうか、うん、そうね、そう、うん、がすごいしたんで、あ、しっかりしてるなーっていう、嬉しい感じでした。おお、はい、そしてあっちーさんの第一印象はですね、うん、丸っこい、とにかく元気っ子、肝っ玉、母さん要素、汗汗ちょいちょい毒が入ってるんですよ。でもまあだから丸っこいっていうのはそのむき卵と多分近い、近いね、近しいんだ。でも多分もう少し神田くんのむき卵よりはもう少し悪意がある側だと思う。そうですよね、うん、その一番だから無地、ま、丸っこい時代だったの。いや、一番丸っこかったです。そう、だから多分そのイメージがあったのかな。丸い人が座ってる。でもそのそれはそのムチムチしてるっていうよりかは線が丸いっていうの、まあ、いやでもそれはシルエットが、まあ、どんどん悪口になってくるんだけどひどい。シルエットが丸かったのかな。いや、丸かったです、うん、本当に。でもそういう、イメージね、まずやっぱ最初ね、思うし、キモッ玉母さん要素、うん、でもね、それはね、多分付き合っていくうちに多分思ったような、思っていたような、ちょっと付き合っていくとかなんか勘違いするんだよ。あ、ごめんごめん、そうですか。慣れ初めとか話すと怖い怖い怖い、そうそうね、新婚さんいらっしゃるじゃないですよね。ね、付き合っていくうちにうちにそうなんですよ、丸くなってそうなんですよ、そうなんですよ、感じるようになって一切こっち見ずに言いますね。なんだろうね、その一番だからその全体を見てる、だから同じようなこと言ってるんだけど、そうなんだよね、言い方が違う。でこう肝っ玉母さん要素ってその、ね、腹のくくりが清々しいかなみたいな、へえ、そんなイメージが、みんなだから確かにあの時おど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 が出てるんだけど、多分一番ねよしと決めたらよし決めたらよしってやるような、はい、あのタイプに見えたかな。おお、嬉、うん、しい、肝っ玉母さん嬉、うん、しいですね。そうですか。そして汗、まあ、汗かきでしたもんね。まあまあそれもその後のねイメージでね、はい、大体いつも汗でね、そのうちのこうもうステージパフォーマンスでも汗こう飛ばしてたじゃん、こうやって。いやもうずっと飛ばしてました。みんな汗投げてたじゃん、浴びに来てました、ファンの方は。すごいすごい。そうですね、そのイメージですね。へー、はい、そしてドン君さん、はい、全体のバランスを考えている人だなっていうのが第一印象です。 そこは一緒だよね、はい、やっぱそうなんだ。ただ私は目の前に座っていたリオトンに全体の 98% のインパクトを持っていかれてました。そうですよね、そうなのよ、俺も初めて のリオトンだったからさ、はい、もう初めてのリオトン俺初めてのリオトンでもういっぱいいっぱいだったの。そうですよね、なんか目の前で、うん、ずっとごますってたよね、確かに、確かに、そう、しかも体格にいたもんね。そう、ちゃんと指摘にいて、そうなんですよ、ドン君とそうなのよ、うん、もうね俺のだからベビレのインパクトの 80% ぐらいリオトンだったんですよ。確かにゴマ吸ってる人、うん、そう、でもあれ意味がちゃんとあったんですよね、リオトンの中では。 あれ意味あったの。はい、あのちゃんとあのゴマ吸って出ていただけるようにライブに、うん、あ、そういうことだったんだ。遠回しにちゃんと目の前で、ね、なるほど、組めなかったカオスすぎたんだよ。そんなね、そんなリオトンもね、うん、今やもう成人しましたもんね。いや、二十歳になりましたね。本当にびっくりしましたけどね、リオトンが二十歳本当になるんだと思って。自分もだからね、それ自分もよ、本当に、うん、いやでもさっき神田さんになんか久しぶりにお会いした時に大人っぽくなったねってちょっと口説かれたんですけど。やだバレたの。ちょっとこっち今新婚さんごっこやってるのかちょっと今。そうだね、うんうん、何もないのね、うん、ちょっと次あたりね。確かに何も言われてないです。なんか髪の毛黒くなったねとかも、黒くなってる。いや、いつも結構カラフルだったりさ、明るかったりしたからさ、急にこうね、シュッとしたから、うん、シュッとしました。やっぱそのギャップはやっぱ男子は好きなので、うん、おみんな、ね、多分見てるみんなもおーってなってるはずですよね。急に落ち着いたトーンにね、そうなってるなっていうのはあるね。じゃあまた金髪にしたら、それはそれで新しいギャップで、うん、でもあんま反応良くなかったんですよね、金髪、正直。そうなあんなにやってたんですけど。いやいや、でも嬉しい、こんなアンケート答えてくださって、いやいや、ありがとうございます。でもない、はい、
そして今回ですね、一期一会ラジオの記念すべき第1回目のゲストとして鶴さんをお呼びしたんですけども、ありがとうございます。もう私がもう絶対鶴さんがいいとお願いをしましてですね、今回やっぱり安心安全なんですね。安心安全、いや安心安全、安全、安全、うん、そうだよ ね、 なるほどね。いやもう本当に、ね、あの久々なんですよ、こうやって人前で喋るのが、うん、そうだね、同じくね、俺ら我々も、あ、もうずっと自粛されてましたか、うん、スタジオもずっと入ってなかったから、うん、あ、うん、そうなんですね。先週ぐらいに本当に 2,3 ヶ月ぶりぐらいに、うん、そうだね、スタジオに入りましたぐらい、いつ以来ですか、ちなみにこうやって お話とかするのは。まあ、ちょこちょこ裏ではその例えばオンラインで会議してたりとか、はいはい、っていうのをしてたけど、本当に会わない期間は3ヶ月近くあった、うん、あったね。もう 3月入ってから一切ライブイベントができなくなったので。あ、そうなんですね、うん、だからそこから会うことがなくなったよね。へ、うんうん、じゃあ久々に会って、うん、なんか印象とか変わってるメンバーいますか。髪伸びてたみんな。あそう、ね、確かにめっちゃ伸びてたね。あつや一回切ったからね。一回切ったからね。神田さん伸びてます。伸びた。出た出た出たよ。いつ会ったってそうだよ。伸びないのかなって。伸びてるよ。結構3ヶ月前の俺写真とか見たら、あ、こんな短いんだって思ってる。本当にいつ見ても肩上なんですよね、うん、そうだよね。ごめん、俺神田くんの印象は変わんなかった。嘘、うんうん、マジか。熱い髪伸びたなって思ったけど。そうだね、あ、うん、そうね、まあ、でもね、ずっと会ってなくて もう同級生なんで、うん、なんかこうね、喋りは止まらないんだよね。そうだね、あ、確かに、うん、ズームとかであのオンラインで会議するんだけど、はいはい、会議後の喋りの方が長いみたいな。へー、最近さ、そういう結構だから、うん、女子会っぽい、うん、感じがあるか。確かに、さっきも楽屋でずっとお話しされてましたもんね。ずっと3人でおしゃべりできる、ね、本当にあの私より女子だなと思ったのが、あの、うん、ケータリングを用意してくださって、おにぎりとサンドイッチがあったんですよ。で、なんか、あ、これ食べていいですかって、私がさっきつるさん選んでくださいみたいなやり取りをしてたら、うん、じゃあ3人でリコピンが食べたそうなんで、ゆりさんとこれつほとんど外れててそんなのやったことないですもん。指さそうとか。そうなんだ、はい、結構よくやるよ。よくやる、ああいう遊びよくやる。そうなんです。それにあの自分が食べるものじゃなくて、私が食べるものもそうそう、もうね、あのこの人たちが食べるのは大体分かっちゃう。そうそうそう、ああ確かに。だからそうそう、さっき当ててましたもんね。当ててたでしょ、神田先生が食べるやつ、うん、トントロのおにぎり。おにぎりね、味が濃ければいいんで僕は。はい、そうなんです。もう本当にまだまだお話ししたいんですが、はい、ここで今日ゲストに来てくださっている鶴さんの曲をご紹介させていただきたいと思います、はい、今回は3月4日にリリースされた最新アルバムから表題曲のペインキラーを流させていただくということなんですが、はい、これはどのような楽曲になっていますか。ペインキラーっていう言葉の意味は、その痛み止めとか、はい、鎮痛剤っていう意味なんですけど、はい、なんかこう、でもサビのフレーズでは痛いんだって感じさせておくれって言ってるんですよ。へー、ちょっとややこしいんですけど、はい、そう、でも自分にとって何が一番痛いかなと思った時に、そのこういう単純に分かりやすい痛み、悲しみよりも何も感じなくなってしまう心になった状態が一番痛いかなっていうふうに思って。高すぎる。急に急にね、落ち着いたトーンになっちゃいましたけど。いや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 、うん、ちょっとさっきまではしゃいですいません。そうそうそう、シンコさんとかやっちゃってすいません。ちょっと一回サンドイッチとか持ってきましょうか。あ、そうそうそう、どれ食べる、どれ食べるどれ食べるリゴビン、エビカツ、エビカツじゃない、エビカツ食べちゃったな、ね、そう、新発売だもんね、あれね。いいのよ、ちゃんと言ってください。いやいや、まあでも、はい、そう、だから、まあ、昨年のツルフェスに向けて書いた曲たちとか、それが終わってから書いた、はい、ここ1年ぐらいに書かれた曲なんで、うん、なんかこうアルバム自体がもうそういう、うん、はい、一回り二回りちょっと今までのツールだったら分かりやすく背中をバンと押せるような曲だったんですけど、はい、ちょっとこうパーソナルというか陰の部分、うん、も出したようなそういう、うん、楽しみ、はい、いやもうツルフェスに来てくださった皆さんはもうこのアルバムを聴いたら、あ、そんな気持ちでずっと活動されてたんだっていうのが。そうですね、アルバム全体通しては、はい、まあ本当これまでもこれからもこれを大事にしたいですっていうようなメッセージがいっぱい集め込んであるので、はい、楽しみ、うん、ということで早速、はい、厚井さんから曲紹介の方お願いします。はい、では最新アルバム普通というアルバムから聴いてください。鶴でペインキラー。
お時間が来てしまったようです。ありゃ、6月19日第1回目のいちごいちえラジオは3人組バンド鶴の秋野篤さん、神田雄一郎さん、そして笠井ドン吉木さんとお送りさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。告知がもしありましたらよろしくお願いします。告知ですか？これ放送が6月19日です。6月19日ですね、はい。あんまないなSNS をじゃあチェックしていただいて、ね、本当にもう予定が立てづらい。そうなんですよね、はい、いつ立てても延期になっちゃうかもしれないので、はい、皆さん詳しくはじゃあ SNS やホームページをチェックしていただけると嬉しいです。お願いします。来週の放送は6月26日金曜日23時から引き続き鶴さんとお送りさせていただきます。
また、この放送は YouTube、Spotify、SoundCloud、Podcast にてアーカイブ配信されるので、もう一度見たいという方はぜひチェックしてください。大江梨香子のファンクラブでは公開収録の様子もアップしていきます。こちらもぜひチェックをお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。大江梨香子ミュージックショー、一期一会ラジオ、サポーテッドバイフジフィルム、ワンダーフォトショップ。